ソテツおじさんちょっと、戻っていくの？まさかの？ミヤマガナの祠、この名前には何か意味あるんかな？何語かもよくわからんけど。よし。お、なんか広くない？祠を訪れし者よ。我はミヤマガナ。女神ハイリアンナに置き試練を与えよう。ミヤマガナのからくり。からくり？おー、びっくりした。何か穴開いとん。え、怖っ。怖っ。からくり？なんかこの辺落ちたりとかせん？なんかここの床だけ色変わってるのなんかありそうやけどね。からくり。とりあえずまた今までのアイテムを使えばいいんかな？え、なにこれ？なにこれ？あ、シーカーストーン？お、これは？あ、なるほど、そういうこと。へぇ。ちょっと待ってね。はいはい。はーい。ゴールはどこ？ゴールは。あ、ちょっと待って。苦手だわ、こういうの。はい。こういうね、繊細な動き？え、あ、ゴールあれ？え、あれゴール？なんか宝箱みたいなんない？あー、危ねー、落ちた。落ちたけど？あー、びっくりした。あれ、終わりかと思った。え、あっち岸に渡すとかそういうこと？ちょい待ってね、はい。はい、ちょっと一旦落ち着けよう。はい。いや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 、落ちてますけど。クリアできる私これ。クリアできるのこれ、私。ちょい、またい。待って、動きすぎじゃね？はい、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 はい。しかも、超斜めってるし。ほい。待ってね、ここ。ちょ、はい。ゆっくりー。ああ、落ちるわ。ああ、落ちるわ。ちょ、待ってね。ここだけやろ、いけるの。もうそこからなんかピョーンってカビ飛び越えれんかな。無理か、そんなん。はい。難しいね。だいぶ難しいね。私パッドじゃなくて、コントローラーでやりようやけど、これ何これ？え？宝箱じゃないのあれ。ボールでは拾えん？は、ぶつけても別に何もならんのか。やっぱ向こう岸に渡すってことかな？から。え、渡るこれ。ちょ待ってね。この転がしてたらいける？ちょ待って、斜めやし、めっちゃ。これで。はあ、こういうこと？ああ、ちょっと待って。またそっから。なんかあそこからさ、掘り投げるみたいな感じにならんといかんってことよね、多分。はーい。ちょ待って、はい。やっぱそこスタートが一番安全かな。え、待って。なんかさ、こっちからでも行けんか。こっちからでも行けんか。あー、でもなんか、ちょっとずつさ、まっすぐがね、まっすぐの位置が変わってきよるような気がするんやけど、お、行けたやん。え、何違うん？やっぱりあれなんか動かさなあかんとかそういう。いや、でもあっち。あ、ほら、入ってった。
でさ、あの宝箱はどうやったらええん？あれ宝箱やないんかな？宝箱よね。違う？ほらほらほら、あれ宝箱やないん。スイッチ？障害物？わからねえ。この状態で止まったけど。まあ、いっか。あ、おー、危な。びっくりした。めっちゃびっくりした。あっちから渡っ、ちょっと待って。あっちから渡っていけるとかかな、もしかして。もうちょっとさ、あれ、下に傾けた状態で止めたら、自分が向こうに渡っていけるよね、パラセールとかで。ちょっと待ってね。なんか直接行って確かめてみたらいいような気がする。どうしたらいい？こういう、これぐらいにしとったらいいかな。これぐらいにしといて、この辺からさ、はっ。あー、待って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 。はい。あれ、いけんのかな？ちょっと待ってね。もうちょっとこっち向きにできる？こういう感じ？いや、ちょっと上やね、これ。もう、こういう感じかな。これぐらい？これで、折り立てるんやね、折り立てん？はっ。ほら、いけてん。イェーイ。これでさ、さっきの、なんか意外と、高いな。ね。リンク入ったらなんか意外と高いんやけど、ここ。これさ、さっきの弾さ、直接これで蹴飛ばしていけたんやねん。違うかな。ほら、やっぱ宝箱や。一心の弓、シーカー族に伝わる弓、精神統一をして、この弓を引くと、遠くの敵がまるで近くにいるかのように狙い撃つことができると言われている。へぇ。ってことは、あの巨大な竜とか狙えるんやないん。ちょっと待ってね。違う、全然違うけ。間違えた。弓。ちょ、とりあえず、ボコ弓いらんかな。ボコ弓とか多分、いつでも拾えるよね。ってことで、はい、一心の弓ゲットー。シーカー族に伝わる弓がこんなところに。どう帰ったらいいんかな、これ。どう帰ったらいい、これ。あっち側行けるか。はっ。あ、行けた、よかった。こっから多分、そのまま普通に行けるやろ。おー、ほら、はまっとる。これでそこの扉が開いたけん。あ、さっきの弾直接、あ、もうゴール？やった。直接蹴飛ばしたら多分もっと早かったやないんかな。あ、でも跳ねさせることができんけん、最後のとこ渡せんかったかな。もしかして持ち上げて投げるとかできたやない。ちょ、それ誰か試してみてほしいな。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ孫うことなき勇者。今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。な、今回顔隠れとるね。あ、しかもなんか、後ろで神言われとるやん。イェーイ。これで4つ揃ったやない、克服の証。あ、全然揃ってなかった。あ、そっか。前回使ったんか。そうや、前回使って、これで我が役目は終わる。女神ハイリアンカウがあらんことを、魚取り村で使って、で、あれやね、頑張りゲージが増えたんよね。ふぅ。出てきた。果ての村。そう。で、何やった？なんか掲示板とかあるやん。もうすげえ寄り道しだす。あ、なんか、家可愛くない？めっちゃ可愛いんやけど。めっちゃ家可愛いんやけど。何回も言う。新しい住まいの形、桜田工務店の家。独自の進行法でどんな環境にも対応、モデルハウス全産公開中。あ、これは新しい、あ、そういうこと。あ、そういうことか。あ、その辺の家別に普通やもんね。あ、なるほど、これが新モデルの家ってことね。ふんふん。ちょっと見てみていい？見学。おしゃれ。でも中身狭。めっちゃ狭。
まあ、でもそんなもんか。モデルハウスの見学。よいしょ。風強いな。やっぱり山の方やったら風が強いことが多いんかな。そういうわけでもないんかな。あれ、風車の回る速度とか早まったりするんやねん。あ、この村でもなんかいろいろ育ってよるね。おじさんご機嫌。これはこれは旅の人。慣れない果ての村でお困りのご様子。仕方ないですな。この私があの役を買って出ましょう。お願いします。オッケー。任せなさい。張り切っとるね。店は娘に任せてあるので、私は暇でしてな。お、お店の人？生まれ育ったこの村への恩返しとして、せめて案内役を買って出てるというわけで。では、案内しますんで、ちゃんとついてきてくださいよ。この後、私、予想外に行動を起こしますからね。なになに？ちょっと待って、走るな、走るな。なに？こんにちは。いいお天気ですね。ヒロジアイーストウィンドは、今日も元気に営業中です。中でいろいろ見ててくださいね。あ、もしかして、ここのよろず屋のおじさん？この人、娘さんってことかな？ね、遅いよ。何やってんの、このおじさん。え、疲れた？ああ、なるほどね。ここは、よろず屋イーストウィンドさん。売ってないもの以外は何だって売ってるよ。あ、さんってことは自分の店じゃないんや。売ってないもの以外はとか当たり前やん。さてさて、ソテツおじさんの村案内。そろそろお次に参りましょう。ふんふん。なんなの、基本的にこの人は走るの？あ、子供たちも元気ね。お？プキ、プキー。ブーカ。疲れすぎやろ。こちら、果ての染めのこちやさん。着ている服を好きな色に染めてくれますよ。デッシェマッシュ町のご主人は癖は強いが気のいい人でしてね。デッシェマッシュ町。さてさて、ソテツおじさんの村案内、そろそろお次に参りましょう。デッシェマッシェ。はいはい、わかってます。お客さんでしょ？ん？女の人？そうです。あんたはお客さんだよ。服を染色したそうな顔してるよ。あとは昔だよ。ごめんね。本当は違うんだ。なんかすげえ積み木みたいやけど、何これ、お墓？お墓じゃないよね。とよくわからんけど。なになに、次は。あ、宿屋？ここが宿屋、トンプー亭さん。旅人に人気の宿泊施設ですな。てか、ここしかないんじゃないの、宿泊施設。ここだけの話。フロントの女性がなかなかの美人さんでね。さてさて、ソテツおじさんの村案内、そろそろお次に参りましょう。お疲れ様でございやす。果ての村のお宿ならこちら、トンプー亭でございやす。お泊まりなら中の者とカウンター越しに話してくだされ。あ、ソテツおじさん、ちょっと。戻っていくの？まさかの？さっき言っておけばよかったんじゃないの、一緒に。あ、どうした、大丈夫？こけそう？こけない？危ないよ、危ないよ。子供たちいるんだから。ここは防具屋さん？ここは服屋、ベントエイストさん。私も着てるが、ここの服はおすすめですよ。この店のオーナーがまたいい男でね。名前はソテツと言って、村の案内が大好き。自分やないかい。その通り、ここはこの私の店なんですわ。もしも色に飽きたら、こちらさんで別の色に染めてくださいね。それにしても、あー、くたびれた。ソテツおじさんの村案内は結構くたびれるんだ。ダイエットも兼ねてることは秘密にしておこう。なるほどね。漏れてるよ。ってことはこれでもうおしまいっすか。あ、ごめんね。ソテツおじさんの村案内は閉店です。また次の機会にでも。あー、疲れた。お疲れ様、ソテツおじさん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。